listening to Shibuya Cross FM. さあ始まりました。メイドイン渋谷ということで、パーソナリティを務めさせていただくのは僕たちラックボイズ編集部メイドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあということで、まあ、まずはですね、あの初めての方もいらっしゃると思いますので、しゅんちゃんユニット紹介お願いします。はい、僕たちラックボイズ編集部メイドはボイズパスという雑誌を作りながら、うん、自らもアイドル活動をしようというサラリーマンアイドルユニットです。よろしくお願いいたします。じゃあ番組紹介だけお願いします。はい、この番組は流行の最先端渋谷からラックボイズ編集部が巷で流行っているものなど流行りのものを、発信、さらに目指してるゼップでのワンマンライブに向けて多くのチャレンジをしていく番組です。はい、ということでございまして、毎月第3日曜日14時から14時50分はですね、メイドが渋谷から元気を振り向きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでございますけども、じゃあちょっと自己紹介いきますかね。はいはい、なんかおしとやかやな。どうぞ。はい、今日おとなしいな。はい、じゃあ僕からいきます。はい、はい、関西一語までつくめで爆笑いただきます。メイドのしゃべくり王子マッツンこと松岡私です。マッツンで呼んでください。せーの、マッツン。ありがとうございます。しゅんちゃん。はい、やる気ない本気ないみんなのせっこないハッピースマイルをお届けします。緑担当の水田俊大です。しゅんちゃんって呼んでください。せーの、しゅんちゃん。ありがとうございます。はい、じゃあザキ。はい、歌でみんなを貸したい天然ゼルクドキュア青色担当のザキヒロトです。せーのって言ったらザキって呼んでください。せーの、ザキー。はい、カツピー。はい、おとり刀のスイートナルシスト、どうも杉本勝久です。よろしくお願いします。最後まで定まらんな。今日初めて呼んで呼んでください。せーの、カツピー。はい、最後ユーマ。はい、キラキラ笑顔振りまきたい完全無欠前回アイドル明るなビューマです。ユーマって呼んでください。せーの、ユーマ。ありがとうございます。はい、ということでね、この後ですねコーナーありまして、本日ですねハッシュタグまたザキカツかよで、はい、ザキカツエピソードを、画像等でですね、まあ、ツイートしていただきたいということで、うん、まだまだ募集してますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ということでございまして、はい、最近何かありましたかっていうところですけど、筋肉痛です。やばいよ、ね、ここ3人はね筋肉痛です。マジでやばい、体が痛い、うん、ちょっとここ座る時もさ、うん、よしってなるんだよね。そうそうそう、しかもさすごい声が出る。なんか2人はさまだずっとさちょっとやってたりするやんか。俺久しぶりに運動したんよ、ほんまに。そうだよ、ね、ライブ以外でずっと走りっぱなしだしね。あの肺やられてさ、なんか喘息みたいにずっとなってんのよ。これって治るん？定期痛だね。大丈夫大丈夫、治るっしょ。運動不足だっただけ、言うなよ、うん、あんま。まあ俺もね、前回そうとかで、うん、前ね、多分ほんとずっと倒れてたよね、終わったら、一試合終わったら、うん、そう、ね、ずっと倒れてるし、休むためにキーパーやったのにキーパーで足つるしやばいよ、走ってないのにね、うん、毎回打たれたみたいになんか這いつくばって倒れんだよね。そうそうそう、マジ心配になるぐらい。心配してくれな。ただユニフォームだけ一丁前にアルゼンチンとか。それが今回ザッキーがそうやったよな。日本代表で、日本代表で。そうそうそう、初めむちゃくちゃ俺怖かったもん。こいつむっちゃうまいんやって思って、うん、ハーフナーマイク系で形から入るタイプ。でも偽物だよ。そうそう、で逆にね、あいつやばいみたいな、マークつかせて。そうそうそう、いやおもろかったな結構。でも2日ぐらいかかるよ。やばいやん、治るの。マジ、うん、どうしよう、なんかちょうだいよ、治るもん。ちょうだいよ。もうそれ以外ないから、もう今日エピソード俺でも筋肉痛ってね、やっぱ筋肉を動かした証拠じゃん、うん、そうやな、気持ちいいな。だから気持ちいいってことでしょ。確かに、うん、だから毎月行こうね。そうやな、まあ予定合えば行こうかな。もう絶対行こうやん。え、絶対行こうやん。行く行く行く、頑張る。予定合えば。なんかすごいやん。やめとけやめとけやめとけって。あんまり本音あんま触れんな。指あんまこぼすなよ。最低だな。反対。でも触れんな。あんまりでも入んな。何かも知らんのに。カツビ反対よ。お前に反対やほんま。さあということでございますけども、まあちょっと、はい、今日ですねたっぷりやることがあるので、はい、早速最初のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、題してザキカツグランプリを決めよう。イエーイ。さあということで本日ですねザッキーとカツピアで卒業前ラストのクロス FM ということで、はいはいはい、まあ、2人の思い出とかエピソードをまたザキカツかよというところのエピソードをですね、うん、まあ、あの書いていただければというところなんですけれども、どうです、なんかツイート起きてます今。あのね、ハッシュタグをつけてもらってね、うんうん、はいはいはい、あのいろいろ投稿してもらったり、うん、ラック公式本方に DM なんかもらっておりますね、うん、いいですね。まあ、で我々メンバー的にも何かエピソードがあればザキカツかよやろって思ったエピソードとかがあれば、うん、いや、まあ単にさその、うん、配信用やってた時に、うん、
そのまあこう配信自分終わってあザッキーやってるわみたいなの見に行くやん、うん、オンでん絶対確かに、ね、なんか俺車の中のイメージすごいのよ、この人車とかね、よくね頑張りするからね、誘ってくるんだもん、うん、いや誘われてくるんだもん、いやそこだよそこ、うん、そのそれそれどっちが誘ってんのよ、いや本当に勝つ、本当に誘うよ、いやそれそれそれなの、本当に勝つ、本当に勝つ、だって次もあと3日後とかね、うん、誘ってきたもん、もうどっちから惚れたか認めたくないやつや、どっちが先かだけは決着つけてよ、これはもう永久の謎ですね、ラブゲームだから、ラブゲームね、ラブな俺の方が負けみたいな、2人ね、ちょっとあるかも、あそうなの、かぐや様は告らせない、なるほどね、どうしゅんちゃんはどう、なんザキカツ、あ、なんか、うん、カツピと結構、うん、メンバーの中で電話することはあるんですけど、僕の中で、うん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 、なんか絶対に毎回1回はザッキーさんの名前が出てくるんですよ、うん、そうなんか俺だったらまあ、うんうん、って言っとるよみんな、ザッキーに電話してるじゃんそう思うやろな、うん、俺だったらザッキーに話すかなとか、うん、ザッキーならこう言ってたよみたいなのをめっちゃ言ってくるんですよ、うん、だからそこでもザッキーカツかってなりますいつも、確かになんか人と比べるときカツピってさザッキーと比べるよな、ザッキーで比べるザッキーはこうだけどな、基準なの、そうわかる、射程やしな、だってそうそうね、比べやすいかも、教祖の信者、信者ね、側近、側近教の最上幹部だから、ああまあ嬉しい、ね、いいじゃん、嬉しい、なんか嬉しい、ね、響きは嬉しいけど、ただカツピより下やから絶対、ね、言われてることは奴隷としたから、そうそうそう、まあまあまあ、でも一番付き合いなんか今どうなん、なんかザキカツカエピソード、エピソードとしてすごい覚えてんのが、うん、これ言おうと思ってて、昨日お題が出た時に、うん、確かリリーベの、うんうん、センタージャケット結果発表ライブかなんかだったの、うん、か2周年かちょっとどっちかごめん忘れちゃったけど、うん、なんか一人ずつこう喋ってって、うんうんうん、カツピのカツピが喋ってる時に、うん、なんかこの期間いろいろあったけどみたいな、うん、マッツンとこうあってみたいな、はいはいはい、あべちゃんとこうあってみたいな、うん、でしゅんちゃんこうなってってなって終わりかけたの話が、うん、で全員はいやザッキーとはってなったら、うん、ザッキーは隣にいてくれましたあって言った、あの言ってた、あのなんかエピソードがすごい覚えてて、あったな、あったな、ふざけっぽく言ったんだけど、結果それが全てじゃねと思って、あったわ、言葉交わさずただ隣にいた2人っていうのが、あ確かにね、なんかいいエピソード、なんそれすげえなって思ったんだよね、忘れてた、そうなったら、よく覚えててくれてた、あれは覚えてる、確かに、なるほどね、印象的だった、まあいろいろあるんですけれども、うん、じゃあちょっと皆さんのやつを見ていきますか、はい、見ていきましょう、はい、ザキカツ、じゃあまずですね、ちょっとメッセージでいただいた方でございます、読みましょう、まあ、ペンネーム、ザキカツのペアチェキが今後取れなくなってしまうと思うのが今後の悩み、あということ、メイドの皆さんこんにちは、こんにちは、卒業前の素敵な企画をありがとうございます、はい、ザキカツエピソードは溢れ返るほどあって140文字で収まらないので DM しますと、うん、2020年の5月11日の深夜にザッキーが配信、ザッキーの配信でカツピがコメントをこう来てたんですよ、はい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 、その時にザッキーが辞めたら俺も辞めちゃうと言っていたことをこのタイミングでふと思い出した、うわ、そんな言ってたっけ、卒業発表後に野崎さん杉本さんとそれぞれ特典会で話をした時に配信のことを話したら2人とも全く覚えてなかったと、うん、その無意識に言ってんねや、逆に本人たちが意図せずに過去にさらっと発言したことが現実となった最大のザキカツエピソードだなと思います、すげえ、いや本当に覚えてない、で2人とも覚えてなかったので証拠画像も来てます、証拠画像も来ております、いやザッキーの髪型かわいいよ、本当だ俺の顔よ、髪型、俺の髪型かわいい、2個前の家じゃない、しかもなんか酔っ払ってない俺、しかも俺の T シャツ飾ってる、そう、そう飾ってるよ、あだいぶ前だ、やばっ、で他にも阿部ちゃんの気まぐれムービーで、うん、ザッキーに寝起きドッキリをした時に、うん、カツピが自らザッキーの入って布団の中に入って腕枕、うん、セルフ腕枕をするっていうのとかもあるの、あいつもだよ、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 もうやばいのやつ、違う、はい、別社長の家で飲んで、うん、そのまま泊まって寝てて、うん、ザッキーが、うん、はい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 、で2人で寝起きドッキリしに行って、はいはいはい、じゃあ一休みっつって腕枕自分で言ってるの、それいつもなんだよ、いつもやじゃあ俺記憶ないよ、何これ、それも記憶ないよ、そういうのが思い出に残ってると、あ、はい、でちょ次の方ですね、ペンネーム、はい、運命という名のギャンブラーさん、おすご、でメンバー5人での旅行からこの間の帰ってきた時に、うん、ザッキーが、うん、当たり前のようにカツピに家に車で送ってもらおうとしたみたいなエピソードこの間発表したじゃん、
だからザッキーは無意識的に俺はカツピの中で特別な存在っていう、うん、あそういうこと、いやいや違う違う違う、人が出てるそういう意味じゃないの、あの時はカツピがこう、うん、なんかちょっとなんかイラッとじゃないけどって言ったって言うけど、逆にカツピもザッキーにとっては俺は特別な存在って思っているっていう節があるらしくて、なるほどね、結局お互い様でそれこそがまたザキカツかよと思えることかなと思いますみたいな。あったわ、まあフッカルだからね、カツは来てよね、来てくれるかなと思って、うん、すげえな。それではハッシュタグでいろいろと、ああ、いけ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 、ハッシュタグね、いるものを、うん、もういいんじゃないですか、やっていきますねちょっと恥ずいやろ、恥ずかしくなってくる、ちょっとはい、カツピが、はい、ザッキーの家に お泊りして靴下脱いだら、靴下を脱いだら、はいはい、次の日靴下が見つからなくなってカツピから俺の靴下欲しいからって隠したんでしょうって言われて、うん、それが本当に嫌で必死になって探すザッキーいや本当今でも探してるからね俺、うん、今でも探してる、見つかってないんや、本当にない、あそうなんや、そうそう毎回行ってくる、うん、だから毎日探してんの、やば本当にない、もうコータリア同じやつ、これワンチャンカツピのかなと思ったら俺のだったりやば、俺のかいって、俺のなのになんか残念があるんだよね、うん、そう片方しかないで帰ったんだもん、あその日はな、隠したんじゃないかってザッキー、やばいやろ俺、持ってんねや、お守りとして怖すぎたから、匂い嗅いでるよ匂い嗅いでんの気持ち悪い、また変わってくるやん話それ、全くない。で次はですね、はい、オンライン物販なので、うん、ペアチェキを頼むとこういうのが来ますっていうので、うん、まあ、ザッキーとカツピのサインが入りつつ、うん、ザッキーがこの前岩盤浴行ってきました、カツピがこれが俺らのスタイルっていうダサいよダサコメントを入れてるっていう、ダサいし変なピースしてるな、変なピースしてるな、僕は撮ってあげたんですかファンの方に、はい、それみんな見れる、これみんな見れるよハッシュタグやからハッシュタグ行けばみんな見れるから、今一緒に遡ったら見れるよな、これ特別に書いたのね、うん、まあ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 先日カツピの特典会に行った際、特にこちらから話を振ってはないのですが、この間ザッキーと電話をしたという話を聞かされました。マウントですかっていう、うん、電話をん、ザッキーと電話をしたっていうカツピが、別にこファン側ね何も聞いてないのに、カツピ側からこの間ザッキーと電話したんだよねっていう自慢をされた束縛してるやん、いやでもさ、そう、それをね、かたくなに俺ね、うん、みんなに言おうってね、うん、言ったらね、うん、やめろって言うんだよ、だからほら7時間電話したことみんなに言う7時間だよね、そう、やめろやめろ、言っちゃったよ、またそう言われるだろうって言っちゃったよ、7時間ってすごいな、さすがに恥ずかしい、うん、しゅんちゃんもね、その6時間ぐらいだったもんね、そうね、電話しますね、誰が俺の方が更新したのやめてくれ、何やってるわけじゃないよ、しゅんちゃん、ただでも1時間足りてないんだ、1時間やっぱ負けんのよ、しゅんちゃん6時間だ、俺1時間追加でとかじゃないから違うからね、しゅんちゃん違うよ、まずこのセリこのセリなんやねん、気づいたらだから、もう0分やこっちは、ほんで電話ゼロなの、1回もないよ電話、1回もないし、1回なんかで電話して、あの、うん、全く出んかったで俺、あほんまに一時期電話卓球してたじゃん、LINE の電話、え今でもしてるよ、そうだよね、それ全体に全体かかってこないよ、ね、あ全体俺だけ今ブロックされてるっていうなんか変な気まずい空気になることもあるもん、でこっちかけてもあっちにないから、うん、かつてからの折り返しはもう折り返すな、だって、うん、なんで俺がさ、うん、それに答えなきゃいけないのっていう、怖っ怖っ、俺からの折り返しを待てよお前らは、京都さん怖っ、これぐらいのことは言っても大丈夫、よくないね、他にはですね、はいはい、以前のラジオで、うん、クロス FM に向かってる際に後ろから ザキカツがこう来て優雅だなと見守っておりましたが、後々聞くとあの二人はあの時遅刻していたことを知って笑いました、ね、ああカツピンチ止まった日だ、二人とも遅刻してんのに優雅に歩いてきてたっていう、そうそうそう、いやなんならザキ歩くの早いって言ってたもんね、えやば、いや俺がずっと、ね、焦らせてたのよ、始まった、早く出なきゃ、この電車に乗らなきゃ間に合わないよって言ったのに、まあ、聞いたよ、シャワー入りたいとか言ってシャワー入りたい、でも僕はもうお家を借りてるからカツピに、うん、強く言えないの俺は、あーそっか、だからもうやんわりやんわり、でもちょっとあるからねやめた方がいいんじゃないですかみたいな、たまに先に行くことあるよ俺置いて、そうだから本当にそういう日も焦っ てそう、なんか全部微笑ましく思えてきた俺なんかね、うん、やっぱね、いいエピソードだな、全部な、強く言えないから俺は、結局やっぱ二人はな、だってさ、うん、1時間前だよ、集合、うん、そうだね、うん、だってそれで俺準備もしてきてるんだよ、みんなよりも、うんうん、家で、うん、じゃあよくないって、
良くないやろ。良くないよ。一時やねん集合。だってみんなより結果、俺は何もすることがなく1時間待つの。じゃあ。なんかすることを探すのが仕事だろう。何を威張っとんねん。すいません、僕は何もないよ。僕は何も言ってない。言い返せよ。言い返せって。もう全部はいや。イエスマンすぎやろ。何も言ってない。なるほど。まだ来てます？他。ザッキーと岩盤浴行ったんだねってカツピに話しに行くと、もうザッキーの裸しょっちゅう見てるから見飽きちゃったよ。ザッキーって意外と丸々なんだよってマウントしてきます。なんなんそれ？丸々。いや俺記憶ないからさ、そもそも。その日常的すぎて言ってもらってね。俺の言うこと半分ね。半分。嘘って言うけど今。嘘ではないから。怖。無意識。でもね、あれだよ。しゅんちゃんの裸一番見たがってたのは松田。それはそうやった、それはそうやった。でもちゃんと見れた。なんとかして見てやろうって言ってたもん。でこの前ちゃんと見れたから、ほんまにサウナ入った時。温泉行ったもんね。じゃあちょっと、そう絵描いてやめなさい。また変なことなんで画像。また変なことなんで C やからな。さあ続いて、はい、黒ジャケット衣装のカツピのネクタイと、はいはい、トゥゲザーで来ました白銀衣装のザッキのネクタイの形が一緒おお、よく気づいた。それちょっとね思ったっていうところで、確かに。あ、ほんまやな。そう思った。ネクタイだよってなんだっけ。クロスタイ。すごいわ。そうつけてた。へえ。クロスタイ。え、それなんか俺がさ、やったみたいな。いや逆ちゃう？いや違う、だってトゥゲザーの後じゃん。で俺プロデュースって言っちゃってるから。そうだ。あ、そうかそうか、プロデュースやから。言っちゃってるってだって。で勝手が。ナダルか俺。ナダルじゃん。デザインしたんだよ。俺がね、俺の後こう。アツピだよ。後継。違うよ、俺じゃないよ、デザイナーさんであそこは。あそこしてするんや。あ、そう。何にも関与しない。確かにね。で浜松町の時のライブですね。はははは。毎週やっておりました、はい、で他の仕事の都合で、ゆうまくんが休みのため、ザキカツ2人でライブをやった時、新しいねそれね、カツピが MC で何の前触れもなくザキさんにつかみかかった上に、身長が高くてつかみづらいなというカツピが可愛すぎました。え、写真あるやん。知らないわ、知らない、わけ知らない。うわ、その画像見たことあるけど覚えてないわ。またザキカツかよ。はいはいはい。駅でばったり会った時に遠くから名前を呼びながら近づいてくることが数回ありました。2回目からからああまたかって感じで、どっちが芸能人やねんって話ですねって。2人してファンの人をあなんとかじゃーんって言って近づいてきたっていう。それはあるね。でもさ別にそうじゃない、その辺にいたら、ああってこっちから近づいてるわけだから、多分ザキカツ側からガガガ立ったわけよ。そっち側に行きたかったんだよね、多分かな。たまたまか。うん、たまたまな。でも俺は結構声かけてほしいタイプだし、かけたいタイプだね。なるほどね。うわーってなる。うわーってなるやん。そうそうそう。それが出たんや、その時。うん、そうだね。うん、なるほど。ザキカツはそうかもね、結構。でも結構あるよ、俺。あ、なんかね、知り合いだと思って、おーって目の前違う。気まずいみたいな。ああ、人間違い。俺も電車で違う男の隣座ったもん。ういっつって。気まずい。本当ついてる。気まずい。そう、全然髪型がもうみんな一緒だね、最近。ああ、流行りあるしな。全然見間違えて。気まずい。みたいな。とはそうだね。まあ、お互い相手のこと好きなくせに、絶対あっちが俺のこと好きなだけって、俺はそうでもないって謎の意地の張り合いを。今もあったな。これはね、そう、これはもうずっとやな。これは一生言い張るっていう感じですね。なるほどね。はい、たくさんありますね。でも本当に覚えてないことをみんな覚えてくれてたんだな。嬉しい。確かにな、画像も保存してたりとかね。無意識にあるんだね。ここから先まだ卒業まで少しありますからね、まだまだエピソード生まれるでしょうということで、以上ザキカツグランプリを決めようのコーナーでございまして、あ、ちゃうわ、待って、グランプリ決めてないやん。決めてないよ。決めよう、決めましょう。まだノミネートしたグランプリ決めてないやん。これってザッキーからのグランプリとカツピからのグランプリを決めた方がいいかな。2人でのグランプリにする？まあ今紹介した中でもいいし、他にも個人的にもあればみたいな。はいはいはい、何か。さあどうですか、ザッキー。自分たちが思うザキカツだな、グランプリですか。これね、これ正直ね、うん、安倍ちゃんの隣にいてくれたグランプリ。あー、いいっすね。俺が一番ちょっとグッときたね。なるほど。照れてたんだよ、ザッキーが。あのザッキーが言葉が出てなかったのよ。全然感じなかった。そう。で、ガチ照れしたのがユーマのエピソードということで、ザッキーからグランプリユーマということで。ありがとうございます。すいません、これはごめんね。なるほど。じゃあカツピ、なんだそれ。お前何してんの、リズム。何してんの今、自分のこと見てたやろ、モニターで。おーじゃないね。カツピのグランプリ
俺のグランプリ、うん、カツピが思うザキカツエピソード、うん、3人の中、あ、いやいや全部全部今言った中でもいい、全部か、うん、やっぱりでも何があったかな、あともう忘れた、俺って忘れるからね、でも今の伏線回収、本当にね忘れるから本当に最近ダメなんだよね、何があったっけな、なんかポッカスカにあるやつで言うカツピ様が笑ってたものを紹介してあげましょう、やったやつ、うん、何なんだろう、つかみ合いとか相当古いよね、あれ。ああ、そう、あれか、浜松町のやつとか、つかみ合いってあったけど、あれだ、そうそうそう、抱きついてたね。あれ、相当古いし、うん、いや、よく覚えててくれたなって嬉しかったんで、なるほどね、印象に残ってるということ、自分でも覚えてないことだもん。ああ、そうやな、うん、思い出されたってやつな、うん、だな。ということで、そのツイートですかね、それはね、はい、そのツイートをしていただいた方が勝つ、1個思い出したの言っていい、あ、いいよ、いいよ、昨日、ちょっと、別の事情で、うん、カツピーがフットサル来れなかったのね、もともと来る予定だったけど、で、ごめんね今日行けなくてみたいな LINE がグループ LINE 行って、うん、全然いいよまた待ってるねみたいなのを3人が言ってザッキーだけ返事なかったのちょっと準備しててな、それに対してカツピーがおいザッキーからまだかっていう LINE が入ってそうそうそうザッキーはそうやそうでザッキーがその後遅れて、うん、俺が一番待ってるよっていう LINE 一番待ってるよやったもんな、そうそうそう、それ今思い出したわ、あったわ、でもそれに俺は一人ずつありがとうありがとうありがとう、ザッキーには OK って言われた無視でも OK 無視の方がよかったわ OK そうだあったねそういうのもね、うん、まだまだ生まれるねこれはね、ザキカツは、さあということで改めまして以上ザキカツグランプリを決めようのコーナーでした、ありがとうございました、さあということで ここで1曲聴いていただきたいと思いますけれども、はい、ちょっと今曲振りお願いします、はい、何新しい感じのポーズ、こういえはい、ということでね、ザキカツはメイドにとって特別な存在でございます、カツピの大好きな曲です、聴、うん、いてください、 You are my soul special、はい、ということでお聞きいただいたのは You are my soul special でした、ありがとうございます、ちょっとあと3秒待ってくれた俺のパートソロだったのに、あー惜しかったね、続きはサブスクで聞いてください、さあ続いてのコーナー行きましょう、はい、題してぴったり当てて当選思い出リンクザキカツとの思い出語っちゃいなよ、いや思い出ね、さあということでですね、はい、今回の企画は、はい、ザッキーとカツピとの思い出を、うん、まあ僕ら3人他の3人が思い出をこう言い合ってですね、はい、ぴったり合うのかザッキーとカツピと思い出がっていう企画になってます、はい、で一致したら1ポイントで一番多い人が勝ちというゲームになってますね、はい、優勝商品用意してきました、はい、ありがとうございます、発表するそれ、やったやった、はい、何でしょうか、こちら、あ、白木ゴールドカードー、お前渡したんだお前、白木さんのカード、こちらなんと、はい、俺がずっと財布の中に入れてたものなんですけど、はい、これを入れ始めてからめちゃめちゃ金運とか、アップしてる、運気アップしてる、マジ、遊戯王いいのが出たりね、そうそうそう、そんなものをいいんですかプレゼントして、はい、
あの運気が今落ちてきてるので、そんなことない、そんなことない、そんなことないですよ。白木さん、めちゃめちゃなんか白木さんなんでこと言うの、裏ダメだよ、ちょっとすごかったです、そっちは見せない、結構危ないからな、非売品だからね、そうそうそう、これめちゃめちゃレアだから、レアレアレア、スイダーを見ました、ありがとうございます、ということでございます。で、まあお題いくつかあるんですけれども、じゃあちょっとまず最初のお題発表したいと思います。まず最初のお題はですね、ザッキーと一緒に行った初めてのゴヘンさん、はい、これが一致するか、この思い出がリンクするか、リンクするかってことね。これどうする、口頭で行く、もう、せーので、なんか言っとか、だか誰から行くと か、 だかザッキー決めていいよ。じゃあ松んで、あ、いいよ松んから、これも多分余裕で時計回りで、あ、いいよ、あ、せーので行く、うん、ちょっと俺説明文になるけどいい、うん、ちょっと名前が出てこない、なんとなくでいいな、俺だよ、行くよ、じゃあ行きましょう、松んとザッキーの初めてのご飯屋さんの思い出、せーの、渋谷のところのあそこの上のご飯屋、ザッキーは焼肉、焼肉、焼肉だよ、それはどこです、焼肉だよ、どこっていうか、ね、牛タンみたい、牛角だ、牛角、牛角、牛しげだけ、牛角、牛しげ、牛角のはず、あ、事務所のところね、そう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 、あ、でもあれ、まああれか、ほらメイドと、まあそうか、なんかちょっとあれやな、リンクせんな、メイドとしてほら、さっきも一緒に行った、またまたこれでそれやって言ってたよ、まっつんのは渋谷の、俺はちなみにメイドとして発表された日に、ここの渋谷クローズ FM もやって、うん、その後に一緒に行ったご飯屋、え？二人で？うん、みんなで、あ、焼肉もみんなやってやる、だって、そう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 、俺ザッキーと二人で飯行ってなくない？え、ちょ、俺渋谷のそれ覚えてないんだけど、え？行ったで、え？え？って思ったよな、何食った、何食った、何食った、チュンちゃんがおらんのか、あ、そう、ま、で、オカピとここ三人と俺と、で、俺このロン毛の人誰やねんと思いながら飯食ってたよ、え？夢なんじゃねえの俺これえ俺目でオカピまで俺これ俺今夢見てんの今俺これ2年間夢なんかいたいずっといたいよヒントヒントなどういうお店なんかさあの丼屋さんなんか一回さじゃ何回か行ってるよほんまに誰の記憶からも消えてるよ待ってむっちゃ気まずいやんこれないな初めてのご飯屋さんいるだけでこんな気まずなるん今日それ何年前くらい2年前2年前ちょうど2年前でしょそうそう加入した時俺がでも一番初めてでしょ多分ザッキーの方が早いんじゃないだからそのザッキーの焼肉屋の方が全然早いそうだねだからすぐだったから多分マッツンは俺の解釈は多分本当にエピソードがないから捏造してるこれは怖っ作ってるこれはまたバッチリんじゃないのほんまに怖っ分かったスタ丼あ、スタ丼でいいあの2階のところとかあったやろ1階と2階の1階かあれうん1点1点フレンチかけたやつか、うん、そうそうそう1点やろあ、それかただ、ただ思い出リンクせずあーあーまあでも一発目はこんなもんやってさっきそんな最初か、うん、そうオッケーオッケーまあこう猫で繋がってるから大丈夫ですあさあ、ということで次さっき誰行きますか時計回りだからあ、ユーマンあ、じゃあはしゅんちゃんかしゅんちゃんでももうもうもうこれはこれもでもさ、ね、まだ思い出があるからね。ね。まあまあ行きましょうか。じゃあしゅんちゃんとザッキーの初めてのご飯屋さんは、うん、せーの、焼肉だよね。これもそこになっちゃう。そうね、それがまあまあ二人が同じってことだよね。あ、そう同じ同じ。そこで初めましてして。思い出した。で俺しゅんちゃんに気を使ってや肉焼きすぎて怖がられてたのすごい。めっちゃ覚えてるそんなでかいやつが肉焼きやがって。で五人で初めて顔合わせした時でしょ。そう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 。社長も含めてねむっちゃ気まずそうにしてたもんね、しゅんちゃんあの時超ビビってたもんな怖かったビビってた怖がられた俺怖かった、みんな怖かった俺とザッキーだったんだよな、うん、そう、お隣がそう、ゆまくんで斜め前カズキ隣やったよな、俺のな二人がそう、二人だった覚えてないやろ覚えてる、覚えてるそれ、あ、そっちは覚えてんねや、うん、なんか思い出とかあった、その時のないその時の思い出え、でもそのね、社長と3人だったでしょ社長とカズキと俺っていうなんか話で、なんかあれじゃない社長はあれ好きじゃんごますりみたいなねキムチとかキムチとそうごますりごますりちゃんと覚えてるの確かに食ったな、うん、ありました ね正解でございますねということでしゅんちゃん1ポイントいやおめでとうございますイエイエイエイこういう感じでいきましょうねオッケーオッケーオッケー次じゃあカツピとカツピもザッキーですね、うん、初めてのご飯屋さん待って今思い出してたんだけど、うん、あのー
忘れちゃった話だから、まっつじゃあ俺先行こうか。あ、もうじゃあな、ゆうまと行く。もうね、これはもう伝説の会社で、もう初めてのご飯でしょ。そうそう、もう邪魔すんな。ちょっとぐらい待ってたよ。かわいい。じゃあいいよ、さっき。いいの、いや、忘れないうちにやってきた。はいよ、ね、じゃあカツピとザッキーの初めてのご飯屋さんは、せーの、大門のカレー屋さん。カレーナン。いや、ラーメンなのよ。ザッキーがラーメン。ラーメン。で、カツピはカレーナン。カレーナン。ダイモンの。ダイモンのね。あ、あの奥の。でも俺もダイモンのラーメン屋さん。これどっちが正解の、これ阿部ちゃんもいて、3人で初めての。もう。俺どっちが先か覚えてない。わかんないね。事務所でカタ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 作業してから、じゃあ初めて行きましょうって言って、ラーメン屋行った。へぇ、で、券売機で食券買って、うん、そう。今でも覚えてる。え、それみんな同じラーメン食べた。いつぐらいの話それ。こってり濃厚の。え、あれじゃない、でも、ネギもまだ。お披露目もしてないくらいで、そう、お披露目むちゃくちゃ前やほんなら、ね、めっちゃ前、そう、これが最初です。え、カツピのエピソード的には、いやカレーはちょっと後か、ちょっと後だもん、ね、多分お披露目後だな、ね、あれは冬とかだもん、うん、そうそうそう。あ、じゃあザッキーのやつの方がこっちが早いということでございまして、ね、残念ということですね。なるほどね、はい。じゃあここはちょっと今さっきちらっと言ったけど、もうほぼほぼ一致してるってことやろ。じゃあもうすぐ行っちゃうか。はい、行きますよ。ゆうまとザッキーの初めてのご飯屋さんは、せーの、中華屋。中華な、そう、中華で、はい、ごめんねちゃんと説明したな。どこどこの中華屋、ね、はい、そう。え、いつ行ったの。これは本当あって2日目とか多分、うん、あ、いや、もうちょっとか。あーしゃってわけじゃないけど、うん、2人で撮影をして、うんうん、その後、うんうん、行って、めちゃくちゃ最高やな。そう、3年前の4月とかで、たぶん、ここ10年で一番お互い気を使ったよ、ね、一番気を使った気まずかった。もう喋り方敬語だったからお互い、うん、まずこれを取っ払って呼び方も決めようと思って、うん、そうそうそう、ガチガチ、もうお見合いみたいな感じでね、2人で。マジの初めてか。マジの初めて。マジの初めて。その時の名刺あるよね。ある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 。あ、一番初めのやつが配布してないやつ。してない、誰にも。だから、あの裏に全部連絡先とか書いてあるから、阿部ちゃんの、うん、あ、じゃあその、あの、あれ用で作ったんだよ。あの、あ、会社用のね、会社の、あ、社用として、ね、いろんな運営とかに渡すやつ、うん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 、なるほどね。そうそうそう、うん、ふる、え、何食べたか覚えてる。中華、俺、エビチリ、あ、食ってそうやな。それは俺覚えてないな。覚えてないな。覚えてない。何食ってそうやろ。阿部ちゃん、野菜炒めかな、野菜みたいな食べてたっけ。あ、食ってそうやな。ヘルシーですねって言ってた。あ、多分あの、卵とキクラゲ。あ、そうそうそう、あれが中華で好きな。はい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 、なるほどね。だな、ということで、まあここは1ポイント獲得です。もちろんこれはもう素晴らしい。これはね、これ時間かかるね、結構かかるね。じゃあパパワーっと行こうか、うん、まだまだあるからね。じゃあカツピのと、次カツピとのご飯屋さんやねんけど、うん、俺としゅんちゃんに関してはもう一緒やから、うん、一回省きます、ここは、うんうんうん、まあ、あ、でも結局一緒だもん、ここも一緒になるのか、うん、一緒になる、言っちゃったしね俺、うん、だからここや、ユーマとカツピの初めてのご飯屋さん、ここだけ運はおかしいやろ。ここやな、なんや、ここだけが当たれば。だって8月だもんね、絶対8月5日以降、まあ入ってからやが、入ってからだから、さあ出るか、2人なの、2人、2人、え、ちなみにみんなやったらあれなん、さっき出てた答え出てない、え、お、俺あれでもさ、最初期のことはほぼさ3人でいたよね、ずっと、うん、でも3人でいいんじゃない、うん、なあ、うんうん、それでいいか、3人で行こう、誰かがいないってほぼなかったよ、ね、ないないない、うんうんうん、じゃあラーメンになっちゃうよ、そうか、あー、なるほどね、そうか、そうか。で2人は、2人ってなると2人ってなるとちょっと多分本当に差しで行ったのは、うん、結構経ってからだよ、はいはいはい、ちなみにそれちょっと出るかやってみる、うん、覚えてる刺身、刺身、刺し飯、刺し飯じゃない、刺し飯刺し飯刺し飯、ちょっと一回行ってみるか、カズピどう、頭に浮かんだら行くで、だから初めてじゃなくてもいいよ、だから2人の、うんうんうん、刺し、刺しの飯覚えてる、ご飯屋、なんか誰かいる気がする、いや俺一個ある、もう聞きたい、ガチ聞きたいな、ガチ、うん、そう、将来話とかしてた、将来話、ガチのやつか、うわ、これは熱いやつやな、熱い時のやつやで、うん、まあちょっと行ってみるか、一回な、はい、うん、じゃあ行きましょうか、せーの、焼き鳥、あ、そうそうそう、それだ、そうだよね、ずるいずるいずるい、あ、焼き鳥だ、そう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 、焼肉って言ったな、今、焼き鳥って、焼き鳥って言った、焼き鳥があるじゃん、たこ焼き食べる、すげえ、よかったよかった、あ、それが銀だこ一緒だと、そうそうそう、ない、行ったこと、
え？ダイモンのあるよ。いやお前一緒に行ってるから、ね、全員もあるよ。2回ぐらいあるよ。全員もある全員もある多分。うん、2回ぐらいある上のとこ。え、それいつ？それはエピソード的には1年前ぐらい。1年から1年前。ああでもそんなもんないよ。じゃあもうほんまリリーベの時とかってこと？ああかな、うん、ぐらいかもね。だとしたらありそうやな、うんうんうん、ガチの話ね。そうそうそう、なるほど。ということでこれも1ポイントですね。はい、ありがとうございます。でこれ次のお題がさ結構難しいんやけど、これちょっとじゃあカツピからの方からいこうかな。ちょっとさっきザッキーからやったんで、カツピとの初めての喧嘩または気まずい瞬間。ザッキーと俺、あ、カツピもだし、うん、カツピがそれぞれと、うん、各メンバーとこうやな。カツピから見て4人との気まずいと喧嘩。あ、もう俺あれしかないな。なあ、ちゃんとあるの？ここはまあ分かんねえけど。そんなちゃんとある？カツピとの喧嘩、うん、まあ気まずいか、気まずいやったらあるかな。最近、別にこれは最近、俺と、俺といける？いける。あ、じゃあもういっちゃいましょう。じゃあユーマと、なんて言うかでね、その、うん、でもあれだよ、うん、へぇ、オッケー、うん、まあ、まあ行ってみましょうか、はいはいはい、じゃあユーマとカツピの気まずいまた喧嘩した瞬間、せーの。ユーマストーンの配信、うん、そう、はい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 、そうやな。そっかそっかそっか、これですね。これはな、うん、喧嘩というか、お互いの、うん、お互いの絵の、まあ、熱かったよな、あの時解釈違いで誤解がね、うん、そうあったやつ、そう、ずれてて、うん、みたいな。で、わだかまりがあったからうん、なんかちょっと間違い、お互いの、なんかそうそうそう、誤った見解を直したみたいな、ね、うん、それが覚えてるわ、うん、カツピは、うん、あったよな、うん、まあ、気まずかったろうな、確かにあれはね。周りも気づいてたやつな、うん、周りも気づいてちょっとね、触れづらかったもんね。そうそうそう、あったね、まあまあ、これはもうね、はいはいはい、もう一致でございますので、うん、1ポイントでございます、はい。これね、カツピとでも逆にその喧嘩してない人もいるだろうね。いや、まあなしやったらなしでいいと思うで、マジで。喧嘩または気まずい瞬間とかやから、うん、気まずいやから喧嘩ではないんやけどね、気まずい方は。気まずい、でもワッツンはこあるかな、あれじゃない、こんあれかな、でもそうでもないからな。じゃあこれでもそうでもない、でも多分お互いそんな意識してないんや、それ。そんな意識してないけど、周りに言われてそうなんやっていうやつやな。ちょっと場所を言うわ、俺。場所か、じゃあ場所言えばいいの？場所言えばいい。いいよ、いいよ、オッケー。じゃあマッツンとカツピの気まずい喧嘩の瞬間、せーの。キースタジオ。いやな、でも全然だよ、これね、なんかね、別にね、そのエピソード的なことほとんどないんやけど、そんなね、なんかじゃあ俺がすごいなんかマイナスなことすごい言ってたの。そう、めちゃめちゃ。で俺が、まあ、俺だったらこうするよみたいなね。俺はこんな、うん、俺のやり方はこうだこうだみたいな。でそれを俺がチラッと聞いてて、なんかでそんなことなんでそんなマイナスなことばっか言ってんねんみたいなことを言って、そしたらなんだよ、そう、なんでそんなこと言うんだみたいな感じになって、なんだよみたいになって終わったっていう。ですぐ普通に2人でそう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 、いや待って、でもその2分後ぐらいに、うん、でもその前に YouTube 撮影で気まずい喧嘩になってる。あー、え、何あったの？俺それかと思った。コール動画作ってる時、うん、あったよ。コール動画をみんなで作って、あの載せてる YouTube のやつがあるんやけど、うんうん、俺初めむっちゃ顔暗いから、あれそう、俺あれがと思う。なんかね、茶化しすぎて、カツピがマッツーもなんかね、ピークで探しされてて、なんか俺がもうもうええわってなってちょうどここのここだったもんね、そう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 。で、それに俺気づいてない、気づいてない、気づいてない、気づいてないから追い打ちかけんのよ。で、これにやっぱ早く気づくんがユーマで、ユーマがなんか俺にむちゃくちゃ気使ってくれて、あの時ほんで、うん、むちゃ横で、よしとか言って、やるぞみたいなこと言ってるのに、カツピもええとか言ってねえ、これも察するから、しゅんちゃんがそっと隣行って、うん、あ、そうそうそうやったやったやった、うん、あったあった。ほぼ最近やな、だから、うん、全部。まあそうだね、うん、だからね、だからなんかカツピとはね、どっちかが気づいてないとかあるかも。あ、確かに、ね、うん、結構、うん、ね、まあでもキーサーのやつやな、うん、周りから言われて、まあまあ言われたの、うん、もうほんまでも喧嘩ではなかった、うん、別にね。しゅんざきはカツピとはかな。あ、しゅんちゃん、あれ誰、ザッキー、ザッキーカツもしゅんカツも、ザッキーは俺か、あるあるかな、まあもうなかったらないでいいから、全然。まああるあるって言ったら、うん、もう本当にまだせーのやからな、うん、1年前ぐらい、まだまだまだやで、ね、せーのやからな。え、何、ちょ、普通にエピソードを語る、客の趣旨、ごめんごめん、趣旨全部無視してるやん、言いたがりだから。いや、いい、うん、はい、せーの、新宿レニー、レニー、レニーの、あ、違う、じゃないの、
レニーって何？の帰りでさ、なんかいじりすぎてさ、ザッキー先に帰っちゃった。あったね、あったあったあったね。そうや、無言のザッキーがマジでザッキーが速攻帰った日やんな。レニーの帰りマジ怖かったね。めっちゃ怖かった。速攻帰ったね。うん、いや俺はね、そういう時があると無言になってすぐそう逃げるタイプだから、なんかみんなでご飯行こうって絶対なってたよ、あの時マンボウもなくて、うん、な急にザキがマジで無言でむっちゃ歩き出してそうそうそう、え、何怒ってんのやろみたいななったのよ。で、あとあれじゃないってカツピがいじりすぎて、ね、結局俺それ結局カツピってさ、いじりすぎでやられるパターンやな、多分。そうそうそう、いやでも、うん、あの感謝してる部分もあって、あれ急に来た、カツピがいろいろいじってくれるから。でも俺もいじられる理由があるのよ、うん、それももちろん分かった上で、でも何も言い返せないから無言で、うん、あ、もうあのこの場で立ち去るしかないってなってたけど、今ではやっぱ感謝してる。それがあったから客、あ、いやいや、キャラの確立ができたとは思ってます。客寄せパンダ。違う。キャラの確立、キャラ確ができました。キャラ確、それはでも感謝をしてます、ね。ザッキーはなんなん、そのさっき言ってたやつ今。あ、それ本当に。あ、一緒？うん。あ、一緒のやつ。同じようなこと。そう。ああ、そうね。いじられすぎていじられるのが嫌になった時期があったみたいな。あ、そう。めっちゃ覚えてるわそれ、うん、あれぐらいかな。でもあったね。そう、あ、そうやな。そうそうそう、なんか連絡するかも。でも別に後引くとかはないし、そうやな、うん、結局次の日になったら元通りやもんな。あ、全然、ね、うん、そう、だ一回自分で落ち着いてって感じ、うん、そう、なるほどね。これも1ポイントですね、うん、じゃあ、はいはい、1ポイントだな、うん、まあ、ちょっとこれ、ここ気になるのよな。え、ある、確かにね、喧嘩とは言わず、さっきは思いついたんだけどさ、さっきはね、ちゃんとメモしてるよね。まあ忘れない、メモしてるね、ちゃんとね。メモしてないか忘れちゃった。あんだけ俺のことばかりしてるの。なんだろう、ある、まあ、ない。あ、じゃあいいんじゃない。ないかな。一番の思い出ならあります僕。ああ、じゃあ、うん、うん、そうか、次行く。でもじゃ それ行く。あれあるんじゃない、気まずいは。ある、じゃあ、言えないって一回。じゃあ、一回なんか、カツピマジで怖い。だカツもう、だから、しゅんちゃんはなし。僕はない、ないです。なし。え、うん、カツピは、カツピの。ちなみに何やった、じゃあ、なしにしとこう。何やこれ、何、何、絶対あるやん、じゃあ。絶対あるやんけ。じゃあ、なしって何あんねんぞ。いやいやいや、ということでございましたと。ちょっと時間がね、結構あれなんで、どうしようかな、思い出いく、うん、もう、行こうか。ザッキーの方で、ちょっと行きますか、今、カツピの方で。お互いそれぞれ。あ、行くか。じゃあ、さらっと。ザッキーの、ザッキーとの思い出。これちょっとカツピから聞いてもいいですかね。俺、思い出、うん、ザッキーとの一番の思い出、一番の思い出、一番の思い出、マジでむずい。一番か、一代目か。ザッキーとカツピの一番の思い出ですね。はいはいはい、ザッキーもう浮かんでるもん。もうあるね、浮かんでるね、うん、カツピ。あー、いいよ、じゃあ OK。 OK、はい、じゃあ行きましょう。一番衝撃、うん、いいんじゃない、うん、一番の思い出いきましょう。せーの、心霊スポット。初生誕。ああ、初生誕で心霊スポット。心霊スポット、うん、なるほど。初生誕っていうのは、初セーターはね、僕が秋葉原ツインボックスで、うん、初めて3人の時なんだけど、うん、初めてね、僕のセーターやらせてもらって、うん、そう、セーターというか、まあセーターの誓いをスペシャル、うん、その時、初ピがね、ケーキを持ってきてくれて、うん、そのままこけて、俺の顔にペチャーってやって、もちろんダミーなんだけど、あ、俺その時の衝撃は未だに忘れられなくて、うん、あー、なるほどね。じゃあ、あれ全部阿部ちゃんからの指示で。あ、そうなん、うん、でもあれすごい衝撃的で、今でもここにケーキがあるのがやっぱ思い浮かぶね。あ、そう、あ、動画は好きだね。じゃあ次はそれをやってほしいと、本物で本物で本物をベチャッとやって次の時は。そうだね、それもありだね。あ、うん、なるほどね。パイケーキみたいな。でもなんか YouTube で本当にパイ投げとかやって、ね、本物のパイ投げ雪合戦みたいな、パイ投げ雪合戦って僕着地やん、うん、パイ投げなってみたい。カツピは心霊スポット。心霊スポットやっぱよく行ったから、あ、心霊スポットとて歌って、うん、なんかすごい夜景スポット2人で行っちゃったり、ロマンチスト、デートにちゃんとした、うん、あ、それが思い出ということでございますね。そうかな、あ、うん、まあ、ちょっと残念でしたということですけども、はい、ちょっとこれユウマと聞いていいですか。ユウマとザッキーちょっとね、やっぱ初期面は聞いときたいね、うん、聞きたいね、うん、めっちゃ聞きたい。一番の思い出、これ聞いときたいですね。2人で遊ぶ結構何気ないことが思い出になってることがあるから、そう、確かに、ね、今のケーキもそうやんな、そう、何気ないやもんな。さあユウマどうだ。飲みを忘れた。遅い、俺のかと思ったら全然違うもん。かわいい、全然違う、俺かわいい、俺のかと思った、つかめへんかった、うん、全然違う。俺の越しのグータッチ、ね、大丈夫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 じゃない。さあ、これいいこと、俺ね、嬉しいのがあるのよ一つ。おお、本当でも何気ないから多分当たんないと思う、マジ俺はもう当たるとかなしで、うん、
いやだから俺もじゃあ当たるのなしだわ、うん、俺が思う一番、うん、それでいい、それで一番というか、なんか思い出はあるわ。じゃあ行きましょうか、うん、せーの、サマータイム。止めた。え、全然違う。え、なんて？サマータイム。サマータイム。あのミクちゃんのイベントで出してもらった。うん、そう、それでセリフ読みをしてる時に、うん、やっぱね、演技いっぱい出られて、うん、俺もほらあの舞台見に行ったりしてるから、あちゃんのやっぱ演技としては大先生なわけよ。はいはいはい、はい、で大先生の前、まあマッツーもしてるしね、うん、カツピーも舞台や経験者だから、もう僕が演技なんてちょっとおこがましいなと思いながら。うん、あのまあ、頑張らなきゃと思ってセリフ読みを読んでて、だ、ね、でも俺のセリフ読みは全然ダメだって言ったら阿部ちゃんが、いやザッキーはできてる方だよって言ってくれて、うん、それがねめちゃくちゃ嬉しかった。その時照れてね、あんまり、おありがとうございますみたいな言ったけど、些細なエピソードめっちゃ嬉しかった。阿部ちゃんからねそんな一言もらえるとはと思って。なるほどな。でもヤクザコントの時結構ダメだし、あれはね、うん、舞台とはまた違うわ、しごき倒してたけどな、うん、なるほど。ユーマは？俺は3人の時に1回やめかけて、うん、メイドの時に俺泣きながら止めたの俺が、うん、あったね。それがちょっとね、すっごい喋った、あーそうだね、思い出がある。それちゃん、いやあれは嬉しかったけど、それちゃん、うん、まあ、自分の将来のことも悩むし、うん、お家とかのことも悩んでた時期に、うん、そう、なるほどね、すごい確かにね、泣きながら大エピソードやん、うん、そう大エピソードあるんだけど、ね、あんねんな、なるほど、え確かにな、今回はいやだからこそそうだから、ね、それを経てものの今の決断だから、逆に俺は背中を押してるというか、なるほどね、そうそうそう、いや素晴らしいですね、うん、ちょっとね時間の関係でカズピとのやつもやりたかったんですけれども、はいはいはい、ちょっとできないんで、またこれは後々どっかで語りたいなと思いますよね、うん、またやりましょうということで、以上ぴったり当てて当然、思い出に行く雑貨との思い出語っちゃいないのコーナーでした。イエイ、ありがとうございます。はい、すみません、ちょっとですねお時間の方があれなので、パパッといきたいと思うんですけども、この後ですね、カズピ生誕のオフ会もございますので、ぜひ来られる方お越しください、はい、そして3月26日土曜日卒業ライブございますので、ぜひ皆さんお越しください、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いします。お願いいたします。さあということで、最後はメイドのトゥギャザーを聞きながらのお別れになります。それではまた来月お会いしましょう。メイドイン渋谷、バイバーイ。特典会も待ってます。あげよう。これバンジーの音違いだよこれも怖い。